でも、007って昔からファンが言いますよね。僕も結構好きなんですけど、でそこでその、ジェームズ・ボンド のイメージってあるんですよね、007のイメージ。あーなんか白人の、我々は黄色人種なんでそれ自体がもう違うんですけど、あのかっこいい男みたいな、このダニエル・クレイグってかっこいいですもんね。この人もう最後なんですね、辞めちゃうんですか、かな、辞めるのかな、この他の、あのあれは分かんないですけど、はい、この作品については最後なんですよって書いてありました。うん、書いてありました。引退で今回なんか、辞めていて、それお話の中でですよね、お話の中、うん、実際に辞めるんですね、うん、そうなんだよな。その007のジェームズ・ボンドってかっこよくて、ある程度若くないと意味がないっていうか、うん、前作もちょっとなんか引退気味なんだよね、体力が追いつかない的な、うん、であのファンは多分どんどん減ってるんでしょうね、うん、だってそもそもこれスパイの映画ですよね。スパイってもう死語ですもんね。もう今スパイなんていないというか、いるけど、うん、昔の冷戦時代 のスパイ あのかっこよさってないですよね、うん、だから確かにそのファンがどんどん減ってるんですよ。で新しいファンを取り込もうとしてるんでしょうね、おっしゃる通り、うん、でもそれがうまくいくのかっていう、うん、であのニフティっていう会社があるじゃないですか、はい、知ってますか、うん、ニフティも、まあ、5年から10年ぐらい前に、若いものを取り込もうとしたんですよ。ニフティって昔はパソコン通信っていうのやってて、うん、で大昔に3、40年前のかなに、たくさん の, その IT 好きな人たちを集めてたんですけど、もう今は古くなっちゃって、である時期若い女性を取り入れようとして、当時の僕にもなんか打診があり、なんか書いてくださいみたいな断ったんですけど、うん、しばらく頑張ってたんですけど、もうやめたんですよそれは、うん、もう我々は年寄りを相手にしましょうになったんですよ、うん、でもう一つスパってあるじゃないですか、スパだったかな、多分その雑誌のスパ、はい、もうなんかスパだったかな、違う雑誌かもしれないけど、あるその有名な雑誌が、まあ、ある程度若者向けにずっと長寿だった雑誌が、老後の特集をしたんですよ。そしたらめちゃくちゃ売れたって言うんですよね、うん、だからそのスパファンも分かんない、その雑誌ファンもどんどん年齢が上がってき、若い人は読まなくなってるっていう、うん、でニフティもあとグラマラスっていう雑誌がなくなったんですよね。昔知ってます、グラマラスっていう雑誌。あ、知ってます、なくなったんですか。休刊したんです、かなり前に、うん、それも、派手に生きる、なんか自分らしく派手に生きる、ちょっと派手な女性を応援してたんですけど、ある時期から瞑想し始めて貯金特集とかしたりして、それはその雑誌を読む人たちがもうどんどん離れていっちゃって、で新しいのを試したけど結局なくなっちゃったんですよ。ってことは思うのが、この007もこう新しいの始めてるけど、これだから試みですよね。でも失敗したらまた元の白人男性に戻るんですかね。でそこで恋愛に関して言うと、これなんだろう、ある時期すごくモテていたやり方とか方法とかあるけど、うまくいかなかった時にどうするかっていう、どうしましょう、新しいことを取り入れる。でも新しいことを取り入れても結構モテないんですよね。あ、結局モテないっていうか、あの一発芸人が、一発屋の芸人が全然違うネタをやっても全然ウケないみたいな、結局なんかルネッサンスとかやるしかないみたいな。方法あるんですか。方法がないんだよな。だ1個売れる、例えば見た目が綺麗とか、あるいは若かったとかなんかで売ってた人が新しいのに瞑想しても、新しいことを始めるとしても全然モテないんですよ。かといって前に戻れないっていうかと似てるなと思って、だからもう早めに決めろと。何をまあ、結婚だとしたらもう相手を、あ、でも こういう映画とか雑誌とかずっと受け継がれていくけど、うん、もうそこが潮時ですよみたいなのを思うんですよね。どうですか、これ。そうですね、次行きますかそうだから、うん、そうね、そうね、次行きましょう。思っちゃったんなら仕方がない、見に行きましょうね、はい。このコーナーは日頃思っちゃったことを送っていただいています。爆笑問題カーボーイというラジオでやってるコーナーからパクってきました。シュウさん、前々回思っちゃったんだから仕方がないに投稿したのですが、スルーされたので懲りずに再度投稿します。笑い。これありがたいです。
仕事中オフィスで一人きりになると無性に悪いことしたくなって仕事に集中できないっていうのはどうですか。悪いことってどんなことなんですかね。そうなんですよ、これ悪いことがよく分かんなくて、それがお菓子を食べるとかなのか、あるいは携帯を見ることなのか、それともなんか公金を横領するみたいな、全然違いますよね。これを知りたいよね。何を実際にしたくなるのかで、周さんのこうなんていうかな、怖さが分かるっていうか、アイコンがないし文章が短かったので見えにくかったんだと思います。で実際に悪いことしちゃってるのかとかね、ちょっとした悪いことだと、ちょっとした悪いことって何ですかね。その博士のようななんかお菓子を食べるにとか、なんか、ま、もうちょっと悪いことだけど、何でしょう、もうちょっと悪いことって。コピー機を盗むとか、コピー機じゃなくてコピー用紙を盗むとか、分かんないね、やっぱり何でしょうね、この悪いことって。次、若菜さん、書き言葉と話し言葉について。でも一人きりになるとだからさ、そうやっぱお菓子どころじゃないですよ。そう、お菓子とか携帯ってそんなそこまで悪いことじゃなくて、ないじゃなくて、やっぱもうちょっとなんか荒らす好きな人の引き出しを覗くとかとか、なんかめちゃめちゃにするとか、なんでやねん。なんか書類なんか綺麗になってんのパーッみたいな、そういうこと？そういうことってしたくなる？悪いことって何か得することじゃないのかな。例えば嫌な上司のコーヒーなんか入れるとか。ああ。なんだろうな。次、若菜さん。はい。若菜さんっていうのは前回か前々回か前々前回に来てくれた。そう。見ました。見てないです。ああ、なんで知ってるんですかじゃあ。あ、そうなのかな。前々前回インタビューそうなりますけどね。書き言葉と話し言葉について、ブログですみませんをすいませんと書いてあってもそんなに気にならないけど、そういうをそういうと書いてあると めちゃ引いてしまう。ただお前言うはお前が言うですね、ギリギリ許せるっていうのがありますね。どうですかこれ、すみませんとすいませんって知ってました？すみませんっていうのが正しくて、すいませんが間違ってるっていう、初めて知りました。まあ、でもすみませんを、はい、すいませんって言うけど言っちゃってるけど、はい、すみませんって書いていると思う。書く時は。あ、そうですか。僕言う時もすみませんって言うように気をつけてると思うよ。そうですか。はい、で、そういうはなんかすごくそういうっていう発音をちゃんと知っています。あ、書くとそういうだけど。そういうって口では言うようにしてるってこと。はい。しちゃうってこと。しちゃう。これ口で言う時はそういうでもいいんでしょ。そうですか。なんかすごいはっきりしてしまう。ああ、そうだ。そうみたいな。ああ、変なはっきりしてる。そう。行き過ぎてるぐらいはっきりしてる。そうでも書くときはそう言うって書かないですよ。そういうこのちゃんとした方に書くけど、言うときは書き言葉、話し言葉ね。僕の好きな、最近好きな神田松之丞って知ってます？知らない。講談師ってわかります？講談って言ってこうなんか喋る人、はい、なんか昔の武蔵対なんとかとか喋ったりする人で、その人のラジオがすごく面白いんですけど、まあこれよく言ってるけど、フィーチャーのことフューチャーって言うんですよね。なんかさっきね、たまたま見た。あ、それ見てるんですか？2ヶ月に1回ぐらい見るだけど、最後の方はもう見えないんですよ。一番上に来てたから。ツイッターですね。そう、はいはいはい、そうそう。あとなんか気になるって書いてありましたね。片手落ちっていう言葉、その神田松之丞っていう人がエゴサーチをするらしいんで書いたんですよ。多分本人に分かるように、はい、片手落ちっていう言葉は知ってます？片手、この作品は片手落ちだみたいなのって、なんかなんだろう、完全じゃないみたいな意味で、最後までやり遂げてないっていう意味で片手落ちって言葉を使うんですけど、これ前も言ったけど、大和出版っていう出版社の編集の人が、片手落ちっていう言葉は片手しかない人の差別になります、だから使わないでくださいって言われたんですよ。それから片手落ちっていう人の書いてある文章が気になっちゃうんですよね。あ、それでも書いている、うん、あとほっこりっていう言葉も本当は違うって知ってます？ほっこりってどういう、使ったことあります？なんか使ったことはないけどすごくわかりますよ、うん、ね、なんか可愛らしくて、うん、なんかふんわりしたみたいな、
あったかい感じですね、うん、でも本当のほっこりは疲れたっていう、あ、へ、なんでしょう、山を登ってきて帰ってほっこりしたとか言うと、疲れた、いい疲れみたいなのがほっこりらしいんですよ。それが気になるんですよ。でも今ほっこりはそっちの穏やかな、なんか温かい感じで使われまくっちゃってるから、本当の意味はなくなっちゃったんですけどね。うん、あと気になるのは、あの箸の持ち方がめちゃくちゃ気になるんですよね。はい、違ってると。あ、そうなんですか、はい。言わないけど、一切突っ込まないけど気になる。すごい見ちゃうんですか。すごい見る。あーみたいな。なんか博士はなんか、あ、お箸の先がこうなってると、あーってなんかなったっていう。ああ、それはあの、まあ、それは、はい、あの僕はそういう癖はなくて。あ、癖ってか気にしなくて、食べてる時に箸が相手の方角を向いてるとダメって妻にすっごいうるさく言われたんですよ。あ、だから気にするようになったんですか。そう、だからもうで自分はそうするようにするじゃん。ちゃんと相手の方向かないように置くじゃないですか。そうすると今度は他の人がそうしてるのが気になるんですよね。うん、社会的な地位のある人が箸をこっちに向けてたりすると、ああみたいな、あとなんか鉛筆の持ち方ね。鉛筆の持ち方気になります。気になる。変な風に持ってると、ああって。へえ。あとでも自分のテーブルマナーとかはなってないんで、だからやっぱ全然その勝手に気になってるだけで、本当はどうでもいいんだなと思うんですけどね。うん、あとあのすごいうるさい人がいて、お札を渡すときに5枚とか、あ、まあいいや、それ置いといて、覚えておいてください、ね。ああ。書いておいてください。あの。書いてる。会場費。はい。うん。よかった。お札を複数渡すときに全部あの上下揃えなきゃいけないってやってます。誰に渡すんですか。友達とか誰に渡すときでも。それをやらないとすごい怒る女性が昔いて。レジも？レジも。レジも？レジも。レジも？レジって逆にちょっとずらして見やすくしちゃう。ああ、だから向きです、向き。あの、あ、向きは。なんと。じゃあの行き地がどっちを頭。うん、なんかこうなったりこうなったりはしない。いや、こうなってないけど上下ね、方向全部合わせて渡します。なんかこうやって人に渡すときはね、うん、でもなんかレストランとかですごい並んでたらそんな気にしなく2枚とか出すと思うけど、店だった場合それができないとすごい言ってくる女性がいたんだよな。付き合った人で。いや、友達かな。うーん、友達でそういうこと言うんですか。なんかあるじゃん、すごい親しい友達とかいるじゃん。昔はかかるし頃、ね、これはちょっと嫌だなと思って、はい、何が言われたことが、それともそうやって、もういろいろ細かいんですよね。うん、でもまあ彼女の気持ちもわかるけど、ちょっと嫌だなっていう、違うなみたいな。うん、自分はこういうこと気にするくせに。あ、 あとあの畳の縁を踏まないとか、畳とかってこうなってるじゃん、緑とか、あそこを踏んじゃダメって知ってます？知らない。あそこを踏んだらもう育ちが悪いっていう。そう、全然踏んでた。踏んでましたね、踏みますよね。あと木がないですね。あと、 あれは知ってます？あの、まあ、有名だけど、何回も言ってるかもしれないけど、お寿司でお愛想って言っちゃいけないっていう。あ、お寿司屋さんで。はい。お寿司屋さんじゃないといいんですか？どこでも言わないから。ああ、うん、お会計はいいんですか？お会計はいい。お愛想は、お愛想ってでも言ってる人多いですね。お寿司屋さんが言うんですよね。あ、向こう側が。そうそう、お会計って言いにくいんで、こっちは言っちゃダメっていうか、向こうが言いにくいんでお愛想って言ってくるんですよね。っていうのを知れば知るほど、なんかちょっとこういろいろ辛くなりますよね。それないですか、なんか気になって、これ気になるみたいな。なんか別にそれ嫌とかじゃないけど、はい、なんかその並んでて、はい、あのウェイトレスの人が、はい、なんか何名様ですかって言って2人って言うじゃないですか、はい、本当でも2名って言ったりしてると、前の人が、はいはい、なんか2名じゃないのに。そう、あ、そうなんですか。向こうはその何名って言うけど、はい、こっちはなんか2人とかって言わないですか。ごめん、それ全然入ってない。あ、勝手な、ほんと、いや、ごめん、やっぱ知らないことがあるんだな。勝手なあれだから、そう。いや、絶対間違えてないと思う。それで言うと、あの、電車で並ぶときに、なんか白い白線でこうなんか、並ぶ場所が示してることあるじゃん。うん、はい、でもそっち側の反対側には、その、ドアがあって、右側と左側があって、右側には白線があって、あの、ここに並んでください。うんうんうん、左側にはないっていう場合あるじゃん。うんうん、その場合にこう左側に並んでる人がちょっと気になったりしません？あ、私でも。こっち、その白線で並ぶ方には、もう列を出していて、うん、で、こっちの何も書いてないところは全然列を出してない。もちろんだから、そこ並ぶ場所はないんでね、うん。だから、そういうのすっごい気になって、はい、一番前のね、せっかく並んだぞって人は、バッて分かりますよね。そうそうそう。電車が、あの、あ、そう、そうか。
お前来るなんて。そうそう。本当はこの列から 分裂するんだぞ、ね、そうそうみたいな感じで。あれは 気になります？あんまり気にならない。自分が後ろの方並んでて、あのちゃんと並ぶべきところに並んでて、そうですね、なんかもうこっちだよとか思ったり、あと本当になんかあのおばあさんとかで、うん、悪気はなくなんかそうさささってなんかエスカレーターに入ってきたりする、はい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 、それ気になります。うん、なんか人にもよるけど、あしょうがないなって思える人と、じゃあ気にならないこともある。うん、気にならないこともある。あれやっぱ気になっちゃうんだよな。気にならない訓練はしてるんだけど、やっぱ気になるよな。なんかあるじゃん、先発とか書いてあって、自発、次に発とか並んでるのに、こっちここにもう一個優先席が一つあって、あれちょっと困りますよね。そういうの気になることいっぱいあるんだよな。でも先発自発だったらまだ分かりやすいけど、はい、なんか快速とかその直通とか、ね、そう始発とか、そうよく乗ってる人はきっと分かるんだろうけど、そう、ね、ポンってたまたまその線路の時って分かんないですよね、どっちに並んだり。しかもよく乗ってる方が損するっていうね、うん、たまたま来た人がちょっとズルできちゃうっていうのが、あれなんか面白いというか人間模様が出るというか。博士って席譲ったりしますか？席を譲ったりすることはたまにある。あ、本当？あのおばあさん、老人だったり、その老人がまたねかわいそうっていうか、なんていうか、次で降りますから、あの乗ってあいいですよって、次で降りますからいらないですとか言って、いやいや座ってくださいとか言って座って、またもう一回立ち上がって次で降りてくる時の話だねじゃなくて、あそうです、そういうので、ね、あれ迷いますよね。迷うけど、なんか絶対譲んないこの人はっていうのを私なんか判別できる。どうやって？いやなんかもう、あでもこれってわかんない、いろんな人が見てるからさ。で老人が来ようが、はい、子供が来ようが、はい、私は絶対動かないぞみたいなオーラを出してる女性も男性もいるんですよ、うん、いますね。でも実際その人たちも若くて元気そうだけど疲れて、ね、もちろんね、多分かもしれないし、でももうなんかなんだろう、もう何が前に来ても目もくれないみたいな、はいはいはい、でもゲームガーってやってる人とか、はいはいはい、女の人も、ね、うんうん、なんかどことなくブスッとして、なんかああ守ってる感じがね。そう、はいはいはい、それでも優先席とかにいても、はいはい、そうね、もう私が座ったからみたいな、はいはいはい、分かる分かる、すごい突っ走って座ってくる人もいてね、そう、そしてずっと譲らないみたいな、そう、それダメ。分かんない、人によるけど、でもそのねえ、なんか、うん、もう本当になんかこんな人いたりしたりしたら譲ってやれよととか思うけど、でもなんか当たり前に来られる、そう、ね、優先席の方に当たり前に、はい、優先席はしょうがないよね。そうですね、だって優先席だからね、うん、普通の席だとしたらもう本当に好意ですよね、譲ったら。うん、そうなのかな、やっぱりその年配でも、年配でも足が悪くても、足が悪くてもそれは好意、あのつまり譲ってあげたってことでしょ、うん、そうなんだ、譲らなきゃいけないってことないでしょ。なんかでも譲ってあげたらいいのになとか思って、キャジのしかこっちも立ってて、うん、私は座れてない、あと譲らない、あ、なんだろう、あの譲らない人で、ここは来ましたよとか余計なこと言われてるじゃんお前は何もしてないじゃんって、わかります？なんか何も譲らないくせに、開いた瞬間ここは来ましたよおばあさんみたいな、まあいいか、うん、ありますよね。あね、やっぱ人間もやっぱすごい出るんだよな。そうね、うん、日本人がよく譲らないとか言われたりするけど、やっぱ日本ってちょっと満員すぎますからね。うん、あの東京都の辺はずっと立ってる人もいますもん ね、 そうですね、下手したらずっと、だからしょうがない気もするんだよな、うん、だから許せないことっていうのないですか？許せないこと、はい、許せないとか気になっちゃうっていうか、うん、なんでこれしちゃうんだろうと思っちゃうみたいな、ないですかね？そんなにないけど、うん、わかんない、言われたらあります、多分そのさっきの電車とかエレベーターとか、うん、なんかエレベーターもなんか、なんかあ、でも博士あんまり親切な人って逆に嫌いみたいですよね、うん、そう、でも私当たり前になんかお礼とか言わない人もちょっと嫌だ。あ、なんかずっと押してる人いるじゃないですか、それ行為でじゃなくて押している、あの開けるとかを、降りたいのにたまたまそこのポジションにいるから、はいはい、ずっと開く、置いてると、たまたま、たまたま、たまたま押してるのに、
なんかすいませんとか言わないで、うん、当たり前みたいになんかやってると押してる人ちょっとかわいそう。いやだって別に押すなんて大したことないじゃん。でもさ、指をかけてる。最初に出たい、最初に出たい。いや最初に出たくないってか、あの人たちは。そうかな、うん、いいことしたいんだって。でもあはとかやってる人いますよ、たまに押しながら、うん、あーって出たいの。いや出てけよ、うん、じゃあ頼んでないし僕。そういうのいいんですか、うん、別にガッて出られて、うん、出てみる。あなたが押したいから押してるんでしょと思って。へえー、そうなんだ。だからそういうあれだよな、いろんな人がいろんなこと思ってるんでしょうね、うん、全然違うこと、同じ行動してても。面白いな。思っちゃったんだから仕方がない的なことありますか。思っちゃって、それ全然何も来てないんですよ今日。あ、そうなんだ、はい、え、それはたくさんある。ある。じゃあ一個ちょっと交互に。たくさんある。それもね、今日電車でなんですけどね、はい、男の人がね、若、はい、若めですよ。若めね。なんかね、25とか思っちゃった。あ、おじさんじゃないっていう感じ。35とか。おじさんか。そうそう、うん、その40歳ぐらいかな、わかんないけど。おじさんですよそれその人がね、はい、なんかね、ずっとこうやって丸めてるんですよ。こうずっとこうやってやってるの。手をくる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 して。そう、うん、で、ね、何やってるのかなと思ったら、はい、鼻をね、はあ、やってね、それをね、くる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 丸めた。鼻をうじって丸めてるってことね。そう、はい、丸めたのをこうやって横にやって、はい、そしたらまた鼻やめ出すんですよ、はい、そんな人いっぱいいますよ。でも電車ほんと。じゃ今度は携帯の後ろにね、鼻くそをつけ出したんですよそしたらね、目の前だけど見てるんですか。見ちゃわないですか。見るかな。で、ほんとは見て、なんか、あ、見られてると思ってやめてほしかったけど、全然もう目もくれない。その、いや、それはそう、自分のも集中しちゃって。それで、それ立ってるんですか、その方は。座ってる。座ってる。はいはい、そう、そういう目の前だったんです、はい、それで次の電車に乗り換えたら、私の隣にいる人が、うん、ちゃんとした人っぽかったんですよ、はい、いきなり綿棒を出して、はい、耳をやって、なんかティッシュに耳やりだしたんですよ私さ、すごいさ、別に何もされてないけど、はい、なんていうの、屈辱的とか。ちょっとなんかアンラッキーじゃないですか今日。なんかその2つ、そのなんか、どうしてそういうの目そんな人僕見たことないけどな。それでなんかここになんかこんなの掘っちゃったの、ポンポン叩くからちょっとこうやってずれたけど、もう一人は寝てるんですよ向こう側の人は。はいはいはい、だけどたまたま乗り換えてその人に会って、そういう日なのかなと思ったけど。そういう人でも電車は結構多いですけどね。そうなんですか。なんかこう、それって気づかないんですかね。顔にあるなんか角質かなんか知らないけど、取ってさパラパラやってる人いっぱいいますよ。男の人、まあ女の人もいるかな。男の人が多いかな。だからもうプライベートルームなんでしょうね、電車の中って。いっぱいいますよね。で、毛づくろいして立派になって出てくみたいな。そう、立ってからもこんなになってやってるしやってるやってる。あ、それで綿棒は初めてだな。そう、こっちはだ、揺れるからさ、もう本人も怖くないのかなと思って、ね、うん、それでなんかそれって私に迷惑はかかってないけど、まあね。そう、でも女のお化粧する人もいるじゃないですか。まあ、いる、いる、それはいっぱいいる。だけど今いるじゃないですか。いる。前より減りましたよね、昔よりは。いや、そうかな、前より減ったかもな。でもまあ、なんだろう、13回に1回ぐらいいますね。いますよね。うん、あれは嫌じゃないんですか。あれ僕好きなんですよ。好きなの？なんか出来上がっていく様が。そうそうそう。私本当になんか、どうやって化粧してるのか。よく恥ずかしくないなって思うけど、ああ知らない子供がなんかあの電車の中でお化粧しちゃいけないんだよねお母さんみたいな言ってる時に、私はでもああよく言ったと思って、誰も言えない、子供しか言えない。でお母さんはシッとか言って言ってるけど、でもそれをピッ聞いたけど、なんでダメなの電車の中で化粧しよう。なんかやっぱそれも鼻くそ取ると一緒で、それ全然違うぞだってさ、鼻くそつけるなら悪いですよ、うん、人に、はい、でもつけるわけじゃないじゃないですか。取る、うん、取る、自分だから。その人も多分お化粧も別に相手に書いちゃう。綺麗にしてるんですよ。そうだけど普通でほとんど男の人嫌ですよ。博士みたいななんか出来上がる様みたいってちょっと変態少ないと思う、うん、でだって会社で仕事があるじゃん、で家を早く出なきゃいけないじゃん。この電車に乗ってる間何すればいいのっていうお化粧でしょ。それってじゃあ物も食べるタイプですか。物は食べない。食べるの女性いっぱいいますよね。そう、女性いっぱいいます。私はなんかこそこそ食べたり、あれあれ、ほんとパッて食べてるだったらいいんですよ。お腹空いちゃってとかじゃないですか、いいんだよね、一口、うん、その、はい、なんかほらチョコレート食べるとか、はいはいはい、おにぎりとかさ、いいじゃん、おにぎり、サブウェイのサンドイッチみたいなのとか一回ちゃんとなんでレタスはみ出てるよね。そう、はいはい、なんか逆に感心しちゃって。ダメ。
それもなんか何人かが見えますよね。見ますよ。匂いもするから。匂いもする。それを平気で食べれる、そのなんか肝が座っているところ。座ってる。だからあそこの電車の中はもう他人なんで、旅の恥はかき捨て的な感じなんでしょうね。そうなのかな。ああ、なんか日本でなんかそれやれるってすごい。でも厳しいよね、日本もやっぱね。これは中国だったかアメリカだったら。あ、そう、アメリカなんかニューヨークもなんかピザとかなんか大きいの食べてましたけど。いいじゃんそれ。だけどやっぱここに日本になっちゃうと。あ、やっぱ日本厳しいね。そう。あ、でもその今日は隣に僕いつも朝シャワーを浴びるんですよ。あ、はい。ね、でだからシャツも一回着たら当たり前かもしれないけど洗濯するし。で隣にお兄さんが座ったんですよね。それはすごい酢酸の匂い、酸っぱい汗の匂いがするわけですよ。それは別にいいんだけど、我慢できるけど、この隣の人たちが僕が汗臭いと思われたら嫌だっていうのないですか？あ、わかります、あります。そんなにすごく酸っぱい人いなかった、いたいことないけど、なんか匂いを間違えられたら嫌だなとかあります。あと昨日その不老者っぽい女性がこっちに座ったんですよ。すっごい荷物抱えて、別に荷物抱えていっぱい座るの構わないんだけど、匂いだけが嫌なんですよね。うん、だからおばあさん僕は嫌いじゃないですよ、ただ匂いだけはなんとかしてほしいと思っちゃう。で、立つんですか？立ちません。ここは訓練だと思って、我慢した。はい、私も咳は立つ。咳は立つ？咳をされたり、映っちゃうから、ね、そう、映っちゃうから、もうそれはしょうがないから立つか、ちょっと嫌味になっちゃうけどマスクする。私もします。うん、まあそれは保護のために。うん、じゃあ次僕は十分なんだっけ、思っちゃったんだから仕方ない言った気もするけど、もう一個言うと、はい、なんかありますね。じゃあないですよね。じゃあ僕いきますよ、はい。漫画って僕好きなんですよね。漫画だから。こういう漫画ですか？そうそう、コミック。そう、好きで。でもコミックって結構始まりは面白いけど終わりがいまいちなんですよ。いっぱいあるんですよ。例えばガンツっていう漫画とかは終わりがすごいいまいちなんですよね。SF とか、あとは最近はなんか食料人類っていう漫画知ってます？知らない。人間を食べ物にする宇宙人たちの話ね。知らない。知らないですか？結構有名なんですよ。そうなんですか？はい。アジンとかって知ってます？人間そっくりだけど絶対死なないみたいな。あ、それって巨人に出てきましたか？巨人、それは違う。巨人の進撃。進撃の巨人ではない。アジンに出てこない？アジンに進撃の巨人出てくるのかな？全然死なない人間が、あれ巨人なのかな。全然死なない人間が出てきました。それは違うか、はい。じゃあ漫画全然読まない？全然読まない。子供、まる子ちゃんとかそういうぐらい。まる子ちゃんね、エンディングほとんどないですもんね、あれ。あるのかな。で、そう、それの終わりがいまいちで、それを僕に相談してくれと思っちゃうんだね。ああ、そうなんだ。私、いいこと聞いた。すごい相談したいことがある。そう、まあまあ、お話のことで、そうそうそう。なんか作ってるんですか？作ろうとしてるんですけど、本当に話せない。クレジットも出てくださいよ。うん、自分もクリスチャン入るのか分かんないけど。いや、終わり方がね、やっぱSF 的な漫画って最終的になんか考えさせる終わり方にしようとするんですよね。例えば宇宙人が攻めてきたと、地球よりすごい優れた宇宙人が攻めてきて、でなんで人類が勝って、でなんで、でそのガンツとかっていう漫画ではさらにすごい宇宙人が人間に生命倫理みたいな、我々は生き物をこう捉えてるみたいな話をするんだけど、それがチャチすぎるんですよ。でアマゾンとかの最終巻のコメントがもうボロクソ書かれてるんですよ。うん、最後の巻だけは買う価値なしみたいな。うん、それ僕に聞いてくれればって思っちゃった。面白く、面白く、 100% 面白く、全員を鳴らせられる。本当、はい。へえ、というのが一つと。すごいですね。で、あとまだいっぱいありますよ。僕は今日のためにいっぱい撮っておきましたよ。アダルト動画っていうのを僕は時々見るんですよ。はい、はい、ずっと昔から、はい、10代から多分10代20代。それは AV とは違うんですか？いや、 AV です。あ、 AV 見るんですよ。 AV って15人ぐらいのすごい優秀な男優たちがいて、その人たちは何年も何年もやってるんですよ。なぜならその業界やっぱ厳しいらしくて、本当に一流の人はいないっていう。でその AV の男優たちが、僕は年を取るとともにやっぱ年取ってるんですよね。それがなんか切ないっていうと思っちゃいました。確かに加藤隆さんとかもね。あ、そうそうそう、随分ね、年もやめられたけど、まあ、なんかこう哀愁が漂ってくるんですよね。うん、もうおじいさんじゃんと思っちゃうんですよね。でも若者の役としてできて、あ、でも髪がもうなんか、なんだろう、
なくなってきてる？髪がなんだろう、